安妻徹君日本維新の会の安妻徹でございますまず西村大臣にです、ね、お伺いをさせていただきたいと思いますワクチンのことでありますけれども菅総理もです、ね、ワクチン100万回目標ということを言って100万回打っているというふうな発言もありましたあの正確にです、ね、伝わっていないのではないかというふうに思いますこの6月の8日からです、ね、14日までの1週間を見ますと 平均の接種回数は71万回です。だから全然100万回にはですね、足、まあ、しておりません。で、やはりあの日本はワクチンの接種がですね、まあ、これは遅れてきたわけですから、ワクチンの接種をまあ加速するということはまあ大変、えー、大事であります。まあ、確かにあの、 職場の接種、すでに1198万人分の申請があったということでありますけれども、あのまあ、目標とする100万を突破して、そして早くですねその目標を突破して、ですね150万ぐらいですね目標にすれば、ですね9月にはもう、 終わるわるるけですすね希望する人はだからそれぐらいの接種の加速が必要だというふうに思います。でそのためにはです、ね、あの職場の職域の接種も、今、1000人以上がこれ、対象になってますけれども、1000人以下もです、ね、対象にしていくとか、まあ、そういったことをしていかないと、広がっていきません。ぜひまあ接,種のあの接種を加速するためにです、ね、まあ、そういった取り組みをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか西村国務大臣。 あのまさに菅総理おっしゃって、発言されているとおりでありますし、今、えー、ご指摘であったとおり、職域接種をどう加速していくかということ、あのワクチン接種はやっぱり、えー、決め手の大きなポイントだと思いますので、どう進めていくかという中で、1000人未満の場合であってもです、ねえー、接種対象を取引先企業とか下請け企業、さまざま対象にできるわけですし、また、えー、中小企業は商工会議所などを通じてです、ね、共同で実施することも可能としておりまして、こういった の場合にも国としてさまざまな支援、例えば医師や看護師のマッチング、斡旋とかですね、こういったことも含めて可能でありますので、ぜひ進めてまいりたいと考えております、すでに経済同友会で1000人未満の中小企業を対象としてです、ね、これは貸し会議室の民間事業者の協力を得て、 所属の企業の従業員や家族を対象に接種を始めるというふうに承知をしておりますし、いずれにしてもあの、いろんなチャンネルで、いろんな形でですね職域接種を進めていくことが、ご指摘の接種回数を増やしていく大きなポイントにもなってくると思いますので、私の立場でもしっかりとサポートしていきたいと考えております東徹君。 まあ確かに商工会議所とか、そしてまたこう団体でとかですね、まあ、そういった工夫はできるところはやっていくと思うんですけどやはりできないところもあると思うんですね、やっぱりそれはやっぱり1000人以上というところが、やっぱり一つのハードルになるんです、ですからやっぱり、やっぱりそれを下げていくということがやっぱり大変大事だというふうに思いますので、まあ、ぜひその1000人というとですね、ちょっとハードルをやっぱり緩めていくと、まあ、それがやっぱり接種の加速にです、ね、必ずつながっていきます。まあ、それと大規模接種会場 まあこれ、今、東京と大阪でやっておりますけれどもま、またそういったものも増やしていくということも大変大事です。高齢者はなかなか遠いところまで行きませんけれども、若い人だったらやっぱり行きます。だからやっぱり土日はどっかでね、大規模接種会場をまた増やすとかですね、そういった取り組みもまあ大事なのかなというふうに思いますので、ぜひこの接種をですねやっぱり加速していく、非常に大事なことですから、もっともっとですね、やっぱり取り組んでいただきたいというふうに思います。 あとです、ね、まあ、この20日で、まあ、緊急事態宣言がこれ解除、まあ、されることになりますが、旧都府県ではです、ねで、心配されるのはやっぱり解除後のやっぱりリバウンドです、まあ、今日も皆さんからもリバウンドのこともありました、でもうこれ、1年半経ったわけでありますし、そしてあの陽性者数も,もう78万人ですね。で <laughs> 亡くなられた方も本当にもう残念ながら、1万4000人もです、ねまあ、超えてきました、でえー、まあこういった今までの大臣もこういろんなこう取り組みをやってきたという中で、もうその経験からです、ね、もう今回、リバウンドさせないためにです、ね、国民に向けて、国民に向けて、ぜひこれだけはやってください、一、まあ、つ、もう本当、一言で,です、ねえー、言っていただきたい、す,すると、どういったことなのか、お聞きしたいと思います。 西村国務大臣あのなかなか難しいご質問なんですけれどもあの、感染を防ぐためには、まあ、人一番は,それは人と接触しないということだと思うんですが。 そのために、まあ、じっと家にいる、まあ、ステイホームということなんですけれども、なかなかやっぱりそういうわけにいかない社会的な活動もしなきゃいけないわけですので、そういう意味では活動と両立していくには、あの私は一つ挙げるとすれば、やはりマスク、このマスクを、あのあの実企画もあの公表されましたけれども、まさに不織布のマスクをこうできるだけこう隙間がないように。 止めててていいただいてそして気持ち、こう人と人との、まあ、このぐらいの距離があれば大丈夫なわけですので、距離を取りながらです、ね、やること、常にマスク、あのご指摘、まあ、以前からいただいております、まあ、食事するときもです、ね、話すときはマスクということで、まあ、いつでもマスクということは、私は何より大事かなと思います委員長東君いつでもマスクっていいね、あのフレーズだと思います、本当に。あのまあ、これはもう大事だと思いますので もう今一度皆さんにですね我慢しろと言っただけではなかなかね、何を我慢していいのか分かりにくいと思いますので今一度皆さんマスクを徹底しましょうということをですねまあぜひえやっぱり我々もしっかりと国民に向かってですねまあ言っていきたいと思います最後にあの国産ワクチンの治療薬もう治療薬どうなっているのか一番やっぱりね、皆さんやっぱり聞きたいところだと思います国産の治療薬どうなってますか西村国務大臣 ワクチンもそうですし、治療薬もぜもひ国産で開発を進めていく、これを早く実現したいというふうに考えております。あの治療薬については、もうすでにあのレムデシブル・デキサメタゾンというものが承認されているんですけれども、あの1つにはリュウマチ治療薬でありますアクテムラ、これがですね、いわゆるサイトカインストームにも対する効果もあると言われて、今、治験が進められております。またイベルメクチン これもですね、寄生虫の治療薬として薬事承認されていますが、すで、えー、にあの新型コロナウイルス感染症診療の手引きに、えー、掲載されておりまして、えー、投与が行わ,れているの行われることはいわゆる適用外使用ということであり得るということでされております。でこ,こちらも、 北大学を中心に知見が行われております私も大村聡先生とも何度も意見交換させていただいて、期待をしているところであります。いずれにしてもご指摘のように、やはり日本のこの技術で,です、ね、新しい薬、治療薬が早く承認されることを期待をしたいと思っております。 以上まあ、これ、今おっしゃった名前はです、ね、まあ、今までの薬なんですよね、やっぱりコロナの専用の新しい薬の開発っていうのが私、大事だとす、これ、もう海外ではです、ね、もうそういった薬が出てきてますから、治療薬が、まあ、ぜひえまあ国産の治療薬をです、ね、早くやっぱり開発をです、ね、やっぱりしていくべきだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました 伊藤